このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は卒業が決まった黒猫の子猫、大人猫顔負けのサッカー上手ということでですね、この子が黒猫の子猫マクロちゃんって言いますよ。子猫らしくね、とても小さいんですけれどもね、尻尾がすごく長いですよね。で、子猫らしくね、すごく好奇心が旺盛な方かなと思うんですよ。なんかね、クッションの裏が何か気になるのかね、潜ってますけれども、何があるんでしょうか。おもちゃを見せてるんですけれどもね、おもちゃよりも裏が気になるようで、特に何かあんのかなこれっていうわけではなかったかなとは思うんですけれども、やっぱね、ボールが大好きなようでね、ボールをかけてましたけれども猫パンチされちゃいましたよね。投げてみました。おコロン、ひっくり返って、なかなか激しく遊んでくれてますよね。でも止まるとね、興味がなくなるのか、どっか行っちゃいますよね。じゃあちょっと投げてみましょうか。あれ行かない、あ、走ってくれましたね。で、裏の方に入っていっちゃいました、うん、他の子もちょっと来てるけれども、なんか取ろうとしてますよね。ちょっと出してみましょうかね。それでは拾ってね、股の間に入れてみたいと思います。どうするかな、来ない、あ、来てくれた、ちょいってやってくれましたけれども、他の黒猫ちゃんも来てますね。あれ追いかけないぞ。もう一回股の間に入れてみます。どうするかな、うん、他の子が来てくれましたね。この子はね、黒猫のルチルちゃんって言いますね。女王様のようですよ、このお店の。遊ばないかも。投げてみます。あ、来てくれたよ。うん、いいですね。飛びついたりとかしてますよね。でもなんで裏に入っちゃうのかな。大人猫がね、近づいてきてもね、全然怒ったりとかね、嫌がったりしないですよね。うん、多頭飼育向きですね、この子は本当に。投げてみました。他の猫ちゃんも来てくれましたね。白黒猫のディオ様ですね。あ、持っていっちゃったぞ。どうするんだ。お、走っていったよ。おお、ドリブルドリブルなかなかサッカーみたいになってますよね。お、マクロちゃんが取ったようですよ。すごいね、大人猫にもね、負けないですよね、このフットワークの軽さと、なかなかのフィジカルの強さですよね。これはすごいぞ。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェで、このエニワさんです。お、単独でドリブルしてますね。もう一回投げます。あ、他の子が行っちゃったけれども、後から行って、あれ、ボール行かないな。うん、あ、でもちょいちょいしたよ。動かないとね、あんまりね、走ったりとかしないですよね。お、股の下くぐりましたよ。さすがですね、身のこの足が軽い。早いな。もうね、カメラがついていけないんですよね、これ早すぎてもう後から行ってもいい、早いな。ちょっと飽きてきたのかな、なんかね、遊ばなくなりましたよね。それではね、撫でてみましょうかね。お、近づいてきてくれて、スリーッとね、甘えてくれてますね。うん、いいですね、こういうのもね。ちょっと疲れたのかもしれないですけれども、やっぱちょっとちょいってやりましたね。さすが子猫、回復が早い。うん、いいですね、このダッシュ、ドリブルね、ものすごく上手ですよね。投げてみて、まだ早いな。もう溝に入って、ちょっと取りにくそうにしてますね。どうするかな。ちょいちょい、どうする。あ、加えていったよ。おお、どこまで行くんだ。走ってっちゃってね、他の猫ちゃんも来てますが、あ、落としたよ。うん、すごい楽しそうだ。よく走ってくれますよね、本当にね。ディオくんもよく遊んでくれてますね。やっぱ
ね、これだけ小さい時からね、他の大人猫ちゃんともね、いっぱい一緒に遊んでるっていうのはね、本当に猫の社会性が身についていいですよね。やっぱね、保護猫カフェからお迎えするのが一番ね、あの猫ちゃんからしたらいいかもしれないですよ。ちょい、ちょっと飽きてるな、でもあんまり遊ばないかな、もう。撫でられるのも別に嫌いではないですよね。まあちょっといろんなところに興味があるのでね、じっとは撫でさせてくれないですけれどもね。撫でるとでも遊ぶんだな。今くわえようとしてんのかな。あれ、どっか行っちゃった。おもちゃを変えてみます。ちょっとね、キラキラとしたねフィルムがついてるんですけれども、おお、結構遊ぶな。やっぱ猫じゃらし系でも遊びそうですね、この子は。あら、白猫ちゃんが来たよ。またお股の間に入ってましたけれども、お、体によじ登ってますよ。こういう遊び方ができるのもいいですよね。うん、飽きない子ですよ、この子は。実はマクロちゃん1月の30日に出発しているようですのでね、今頃ね、生活慣れてくれてたらいいですね。皆様いかがだったでしょうか。マクロちゃんとね、サッカーで遊ぶのは本当に楽しいですよね。これからもね、猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。